新車館タイムズの藤巻です。皆さんの気になっているお車は何ですか？今回は 100% 新車館つくば中央店佐々木さんに気になるお車新車をご紹介していただきます。それではつくば中央店佐々木さん、よろしくお願いします。はい、はい、本日ですね、つくば中央店の佐々木が、ご案内させていただきます。こちらですね、カローラツーリングの、W/B ハイブリッドですね。で、お色はホワイトになっております。で、今回ですね、まあ普通に紹介してもつまらないというか、もう情報も結構出回ってますので、今回ですね、まあ私、今回キャンプを始めましたので、こちらですね、キャンプ道具積んでみたらどうなのっていうところで荷室のご紹介になります。はい、キャンプやられてる方はですね、荷物結構あると思います。で、キャンプの道具を実際に積んで、でどのくらいの荷物が入るのか、こちらですね、見ていただければと思います。はい、なので早速ちょっと荷室の方にですね、行きたいと思います。はい、今ですね、こちら後ろに積んであります。はい、こちらですね、こちら50リッターのトランクカーゴ、こちらがですね2つ、でこちら縦に2つ置くこともできるんですが、縦に2つ置きますとですね、そんなにスペースがなくなってきます。で逆にこれ横に2つ並べることはできるんですが、今度ドアが閉まらなくなるというような形になっておりますので、縦に1つと横に1つ置いている状態になっております。で、下ですね、こちら、傷がつく可能性があるので、こちら、ディーラー純正の、オプションの下のハード敷いている状態になっております。でこれ何って皆さん思うと思いますが、こちらですね、トランクカーゴ、こういうプラスチックのものですね、置きますと滑ってきます。で後ろが傷つきます。ここ分かりにくいかもしれないんですが、こちらですね、滑って傷ついた跡です。はい、このようにですね、滑りますので、下にこういうなんか緩衝材みたいな、滑り止めみたいなのを置いてあげると、滑らずにね、持ってけますので、まあ、ぜひご参考にしていただければと思います。で、こちらですね、入ってるもの、まあ、トランクカーゴ2つあればですね、かなり荷物積めると思いますので、こちら2つと寝袋と、あとエアーマットと、こちらがテントですねを入れて、まあ、あとはトラッシュボックス、ゴミですね、こちら入れて、後ろの荷室結構いっぱいっていうような感じです。でこれで閉まって、なおかつ後ろのこちらですねのところ、運転席からきちんと見えるような状態になっております。はい、で、左右のところ、こちらですね、こちらにスペースがございます。なので小物を入れたりですとか、あとはね、何かあった時のために、バッテリーチャージャーのものを入れたりですとか、そういったのをしていただければと思います。はい、で、こちらでですね、あとは後ろの席に、まあ、クーラーボックスですとか、そういったものを細々したものですね、入れていただければいいのかなと思いますが、あとはもう倒してしまって、全部ですね、もうここに乗せるっていう手もございます。で、こちらですね、後席倒した場合ですね、段差になります。なのでまあ、こういうのを、まあ、前の方にやると確実に滑ってまた傷ができる可能性がありますので、その点お気をつけて使っていただければと思います。よいしょ。まあこんな感じですね。まあ私の場合ちょっと椅子がちょうどいい感じにはまるので、そちらに置いているのと、あとはクーラーボックスと、あとはまあ下に敷く銀のマットですとか、そういったのを置いております。まあ、それでもね、まだスペースございますので、こちらで何かまた物を入れていただける
だったり、まあ、一部倒すっていうのもできますので、そのような形で使っていただければと思います。一応倒したらこんな感じですね。で、ハードのやつですが、ここがちょうど空いてる状態になりますので、どうしても段差段差になりますので、その点気をつけていただければと思います。ここのところですね。で、ここがこのままなんか一区画のものになっております。はい、まあ、ちょっとね、荷物多いよ少ないよ、あると思いますが、まあ、ご参考程度にちょっと見ていただければなと思います。で、何がいいって、この車ですね、燃費がものすごくいいです。あのハイブリッドですので、まあ、リッターですね、まあ、25から30ぐらいは全然走ってくれるお車になっております。なのでね、ソロですとかデュオのキャンプに、まあ、持ってこいなんじゃないかなと思います。はい、で今回ですね、肉のご紹介ですが4駆もございますので、ぜひですね、もっと詳しく知りたいよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひですね、つくば地方店、ご、お問い合わせいただければと思います。はい、いかがだったでしょうか。こちらですね、カローラツーリング、ご紹介させていただきました。またですね、特選車等々もホームページ出ておりますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。